はい、じゃあ表題のテーマについて、長岡技術大学自然言語処理研究室の森谷が発表させていただきます。まず文献について紹介します。こちらが今回使用した文献でございます。でアブストラクトです。まず、自然言語推論 NLI 以下 NLA としますは言語理解のためのベンチマークテストとして提案されました。でまた、現在のモデルですねは、NLI の標準データセットでうまく機能していることが分かっています。しかし、システムの推論決定能力を確かめるため、自動生成されたストレステストによる評価方法をこの論文では紹介しています。導入です。まず、ベンチマークタスクとして提案されているクーパーラのモデルでは、相互参照や定量化、語彙曖昧性などといった難しい言語情報を推論する必要があります。またダゴンらの研究ではこのベンチマークタスクのためのデータセットやモデルの開発に焦点を当てていまして、スタンフォード NLI や、マルチジャンル NLI などのデータセットで実装されています。でまた、ベンチマークテストデータの中でも、ナイアンドラの、ディープラーニングベースのセンテンスエンコーダーモデルはとても高い精度を出しています。しかし、機械言語モデルでは、その特異性を利用したパターンマッチングなどの行動を模倣していることが、レイブスキューラによって分かっています。で問題点としまして、NLI ではテストセットに多くの簡単な例がありまして、言語情報がどのくらい必要なのかについて今までの評価では公になっていない、ブラックボックスになっています。でそのため、NLI ベンチマークにおけるモデル性能はパターンマッチによって単純にそれが模倣された結果なのか、また言語理解に使えるだけの能力を持つのかがわからないといった問題点がありました。でそのため、ジアとリンによるの研究によるストレステストといったものを、NLI に適用させることで、新しい評価方法を実現させたと書かれていました。でそのストレステストの適用にあたって、NLI に適用するにあたってこの3つのような問題が出てきました。でまず、作成された、敵対適語は注釈がついていない。でそのため、前提と仮説との間の意味的関係が維持されないといった問題がありました。また、敵対適語は、システムの性能低下をとてもさせる可能性がある。また推論ベースの前提と仮説のペアは通常一つの文から構成されていますが、この新しい敵対適語を追加するとこの仮説が適用できなくなるといった問題がありました。また導入にあたって、現在のステートオブジアートを達成した NLI の弱みを検出することをしました。まず敵対適語を作成する前に、このシステムがどの言語情報を、処すことが難しいかについて、検討しました。で、マルチ NLI でステートオブジアートのセンテンスエンコーダーモデルのエラー分析をまず行っています。でその後、ジャンルが一致したセットと不一致した100個の列をサンプリングしてその原因を分析して理由を分類しました。でそのジャンルが不一致になった原因としましてはこちら、単語の重複が 29% 否定が 13% 範囲語が 5% 数値推論 4% 長さ不一致 3% 以下の通りとなっています。で、この単語の重複の原因として考えられるのが、前提文と仮説文の、間の単語の重複が大きくて予測がうまくいかないといったもの。また否定でのジャンル不一致の原因としましては強い否定語を使うことで、その予測されたモデルが中立な文に対してとても矛盾してしまうといった問題がありました。また範囲語はそのペアとして出てきてしまいますとそれによって矛盾が生じてしまうような問題がありました。以下にもいろいろ問題があったと、書かれていました。そのため、ストレステストの構成としまして、ナイアンド・バンセルによるとその全てのシステムに対して、先ほど行ったようなエラー分析を行うことは、有益なんですけども、実用的ではない、難しいといった問題がありました。そのため NLI モデルを単語重複、否定、長さの不一致、範囲語、スペルミス、数値推論の項目で自動的にテストするストレステストといったものを今回の論文では
構築しています。でそのストレステストについての構成は以下の3つのテストから行われています。まずコンピテンステストとしまして、こちらはそれ適任テストですね。文字がどのくらい一致しているかとの、まあ、テストです。で、まあ、範囲語に対しましてはこのディスカルコリズムというのを用いまして、その後、ワードネットで単語の範囲語をサンプリングし、で、仮説では単語が範囲語によって置換されたものを使っています。まあ、こちらが例なんですけども、例えば、I love the Sizzlingia story ですか、まあ、わかんないんですけども、 love と hate で対義語となって、その ラブとヘイトが対語になって、変換されて、仮定として出てきています。また数値推論でし、数値推論としましては、まあ、数値が高いか低いかに基づいて、すみません、数値推論は、まあ、何でしょう、まあ、こちらのようなアクアラットのようなものを使って、で、その後主、あ、すみません、主語となったものを、何でしょう、3つの規則によって矛盾する仮説を、抽出した形です。でまず含因関係なんですけども、例えば、数字が高いか低いか、2つの単語ですねが数字が高いか低いかに基づいて、より少ない、いやより一体と、数字が、まあ、高ければなんかより多いみたいな感じで、5を、前置することによって数量から量に変換してます。ちょっと、分かりづらいんですけども、例えばこの Tim has、まあ、350パウンドのセメントを持っているみたいな話だったんですけども、これを仮説では Tim は少なくとも750パウンド程度のセメントを持っているみたいな形に置き換えて、仮定を出して、仮定じゃない、仮説を出しています。で次に、ディストラクションテストですね、注意を散漫させるテストとなってます。まあこのような論理によって、その接続を、まあ、変えることなく、一体トトロジーを、まあ、入れることができるとしていました。で、まあ、そのディストラクションテストの内容なんですけども、まあ、マルチ NLI のセットの全ての例に対して And true is true といったトトロジーを、まあ、仮説の最後に追加させています。まあ、こんな感じですね。こっちが、その前提文なんですけども、仮説としては最後に and、あ、こっちですね、 and true is true みたいな形で入れてます。また否定の方では and false is not true みたいな形のものを最後に入れてます。で、また長さ不一致ですね。この長さが不一致、長さを不一致させたいので最後に、このような and true is true をたくさん入れているような形になっています。まあ、このようなことをすることによって、まあ、上のやつでは単語が重複している、 true と true が重複しているのでここに重みづけられる。で否定のところでは、not とか false っていった、否定の強い文が使われているので仮説全体をなんか否定してしまうような形になる、仮説じゃないです、元々のやつを全部否定してしまうようなエラーが起こりやすくなって、長さ不一致によって、まあ、その意味理解が難しくなるみたいなイメージだったと思います。でまず、最後にノイズテストなんですけども、こちらは、スペルミスに対するそのロバスト性を、テストする敵対適合のサンプルセットを構成しています。まあその一番簡単な例なんですけども、例えば隣接する文字をランダムに単語内に移動させる、でこの I saw the tipper with him at TEF movie みたいな感じで書いてあるんですけども、ここの TEF って TEH が間違いで、これは THE のスペルミスっていう形です。で、まあ、もう一つの、ストレステスト、このノイズテストですねとしましては、 Age キーボードの隣にある文字に置き換える
という形にします。で、まあ、例はちょっと下の方にあって見づらいんですけども、まあ、一番最後のコンタクト IMG みたいになってるんですけども、これは M ってキーボードでは N の隣にあるじゃないですか。そのようにまあ、こうキーボードでタイピングしてる時のスペルミスっていったものを考慮してこのノイズテストが作られています。まあ、こんな感じです。で、これらの結果としまして、6つのモデルを使って今回のストレステストが、実用的かどうか、まあ、その分類精度を示しました。で、各種のモデルのに対してこのストレステストを行った結果を見ればとっても分かるんですけども、まあ、オリジナルの点数と比べて、最初の、このコンピーテンステストを行ったら大体 20% 程度、 10% から 20% 程度の精度になったりとか、またディストラクションを行っても大体 50% とか 40% とかそんぐらいまで、精度が落ちることが分かりました。で、これら全体の評価としてなんですけども、まあ、全てのモデルが配合に対して不十分な機能性であるとの評価になりました。まあ、元が 70% とかだったのに対して、大体 15% とか 20何% とかほとんど低い点数となったため、モデルが含意関係を予測しすぎる傾向にあることが、まあ、全体の評価から考えられてます。またその数値推論に対しましては、通常よりもかなり点数が下がっていて、全部 33% ですね。これランダムが 33% をベースラインとして考えられてるんですけども、全てそれ以下となってまして、まあ、達成してないため、これも、含意関係を予測しすぎて仮説を立ててるということが考えられました。で、次に、ディストラクションテスト、注意散漫させるテストですね。で、これらは、まあ、前提と仮定の語彙の類似性を減らす、また文のペアによって強い否定の単語を入れることによって、まあ、モデルのロバスト性をチェックしています。で、この単語重複と長さ不一致を見ると分かるんですけど、これらは、まあ、手法としてそのトートロジー追加によって語彙類似性の低下がモデルのパフォーマンスに及ぼす影響を確認しています。で、まあ、過去の研究からなんかその語彙類似性の低下によって精度が減少する現象が、まあ、減少する現象というか、まあ、低下する現象ですね、は、まあ、その含意予測が深く関係していて、またどのモデルも中立状態の予測を失敗しているといったことが考えられるとされてました。で、このディストラクションテストなんですけども、否定に関しましては、まあ、その強い否定語を導入した結果、すべてのモデルに対して大体 25% ほど程度が、まあ、精度が低下してました。またその特徴としまして、すべてのモデルにおいて、ニュートラルの時に、まあ、エラーがとても増加しているということが反映されました。で、まあ、これらの結果として、語彙類似性の減少は否定の導入よりもなんかモデルに強い影響を与えることが確認されました。で、最後にノイズテストなんですけども、これらは、結果を見ると分かるんですけども、まあ、ほとんどって言ってもあれなんですけども、まあ、あまり点数が下がってないとなります。NB と IS ですね、以外はまあ大体テストが、その精度はそんなに低下してないことが確認されました。で、そのため、NB と IS 以外のモデルでは、パフォーマンスの低下がほとんどないため、スペルミスに対するロバスト性が今回は確認されました。で、コンクルージョンとしまして、様々な最先端の NLI モデルのエラーを分析して NLI システムを評価するストレステストセットを構築しました。で、またその手法としましては、ジアリングの研究に対して、その言語情報についてのモデルパフォーマンスを調べることができるとしています。以上で発表が終わります。ありがとう。